ベルゼバブの現場で、ゆうきさんがいて、沢城さんと話してたのよ。はい、で、あ、おはようございますって言ったら、ゆうきさんがいきなり俺に向かって、あ、ご主人様、今年もよろしくお願いしますわんって言い始めて、何それって。で、沢城さんの目がすごい怖くなって、杉田さん、これ何ですかって言った。俺だって知らねえよ。杉田さんがそう言えって言ったわんって言って、で、沢城さんの目がさらに邪悪になって、絶好です。え、杉田さん、二重の意味でなんか羨ましいんですけど、どういうことですか？意味わかんないだろう。ゆきさん、なんか、急にそんなひどいギャグを言い始めてね。いやいや、俺、杉さんのこと見損ないましたよ。そんなわけねえだろ。え？何？え？ゴーフルにご主人様って言われて、え？うん、違うよ。多分あれ、岡本くんの名前ネタで、はいはい、盛り上がった時があって、お兄ちゃんと呼んでいいんだよって。じゃあ俺はご主人様とかかなって言ったら、多分ボコられますよ、みたいな。しこりもふざけんなよ。お兄ちゃんっていうボケを言ったら、それを覚えてたみたいで、よりによって沢城さんにチクりやがったって。でも沢城さん可愛いんだよ。次の週会った時に、あ、杉田さんおはようございます。ああ、そうだ。今、杉田さんとは絶好中だった。ああ、引っ張ってるんだ。そうそうそう。今、引っ張られてる状況だから、今、絶好中ですごい凹んでんだね、これ、ね。俺だってお兄ちゃんって呼ばれてるよ。いや、でも、沢城さんのね、絶好ですって言い方がすげえかっこよかった。しょー、杉田さん、なんでどんなに美味しい思いしてるなんで羨ましいんだよ。羨ましいって話。最初の日はマジで凹んだんだから、ね。冗談でも子供にそういう嘘言っちゃいけないな、みたいな。ああ。何でいじられるか分かったもんじゃないですか。そうですよ、本当に。逆襲ですからね、それは。ひどいもんだよ。語尾のワンは何なんですか？分かんない。ご主人様って。意外とあざといな。なわけねえだろうよ。ゆきあおさん言ってたけど、はい、同い年なんですよ。そうなんでそんな感じで喋り方だけど、すごい大人っぽくて落ち着いてて。いやー、君と大違いだねって言ったら、すごい悪い顔だ。今度また沢城さんに何か言いつけてやるって言って。あることないこと吹き込んでやるからね。また絶好される。うわーやめてって。子供先生、最近なんか、俺の煽り方を分かってきたみたいな。俺が怒鳴ったり怒れないの知ってるから、子供相手に。そしたら最終的には中村の後ろに隠れてベーってやるんだ。子供相手いて、同い年でしょ、早見さんと。そうだ。